解散だ。え、もう終わり？まだ朝の10時だぞ。最近しょぼい妹子シババッとガッとパキッと。あー、ないない。じゃあ俺たちでもやれる S ランク任務が一つだけあるってばよ。敵の最高機密を暴くのだ。なーに、それっぽく言ってカッコつけてんの。結局乗っちゃったよね。そんなの。写真、カカシ先生の今までの写真を全て探し出せばいくらなんでも一つぐらい素顔の写真が使われているはずだよ。とは言ってもそれは里の最誰だ。僕は写真家のスケア。とにかくスクープを探してるところへ面白そうな話が聞こえてき、忍者登録書には素顔の写真を使う規定があったはずだ。僕もそのカカシさんの素顔を抑えることができれば。あのさ、あのさ、じゃあお金入ったらラーメンおごってね、約束。うん、結構ワクワクしてきたんだけど。これは潜入ミッションよ。スケアさん、私たちについてこられる？まだかよサスケ。うるさい、待て。あ、いた、すっげえ。スケア、あんた前はどこの部署にいた？あんたみたいな立場でこんなことしてていいのか？別の暗部にマークされ、この中から探すの？急いで。あった、これだ。動くな。これからお前らを拘束する。くそ、もう少しのところで。カカシさんの素顔が見たいというので。あなたは確か元暗部でしょ。よくも人のせいにしてくれたな。おかしいと思ったぜ、あれだけの会場からさ。今度は写真技術でね。ワニ、まだやる気かよ。あれ、もう何回もやって失敗してるんですけど。僕の作ったこの連続撮りカメラなら1枚は撮れるはずだよ。まあまあまあ、団子でも食いながらさ。準備 OK。 よー、ナルト。これから聞くところだよ。なんか神の力さえ感じるな。あー、こうなるともう。じゃ、お前ら何やってるんだ？キバ、それにみんなも。カカシ先生。お？向こうの川で女の人が溺れて。なんだって？さすがさくらちゃん。さくらちゃんの薬のおかげでカカシ先生にバレてないってばよ。すぐに病院へ運ばなければ。スケアさんもすぐに移動してくれ。了解。みんなポジションにつけ。虫玉、今だ。変身の術。俺の顔を見たようだが状況を考えろ。今はこの人を早く病院へ。みんな作戦成功だってばよ。これで。待て待て、君たち、ここはじっくり話し合おうじゃないか。ロマンがあるんじゃないかな。おい、待つんだ。いや、待ってください。しつこいぞ。いい、僕と勝負してください。一瞬。
残念だったけど、また何かあったらお願いするね。スクープ、頑張れってばよ。ほんと楽しそうだな。団子屋にキバ君が来たのは偶然だったけど、まさかみんなが集まること。みんなのチームワークにこのマスクもかなりピンチだったしね。ま、はあ、やっぱ食いもんだってばよ。それが一番かっ。すまんが、この辺りで何か騒ぎがなかったか。え、いや、かかし、すまなかったな、引き止めて。いえ。それはないと思いますが。うん、そうか、それはすまなかった。あいつらみんな鈴取りの時よりチームだな。練習の報告書だけ見ると、確かに佐久間さんのこともあってか意固地になるところもありますが。では、そう信じるお主をわしは信じようかの。それでも俺がいつか気づくと信じて。俺は白い牙を本当の英雄だと思ってる。クズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切に。けど、ナラスカマル、明道長治、山中イノ。はい、じゃあな。お先。サスケくん、またね。さっさと行け。俺たちの先生に決まってるぜ。な、赤丸。よろしく。よろしくね。ドベのいる班の先生は。俺を待っているのか。先輩は先輩ですよ。暗部を辞めたからってそこに変わりは。いいえ。あれから随分経ったのに。先輩はかわ、とっくに下人との顔合わせの時間は過ぎてますけどね。今と過去しか見ていなかった先輩がまたとはね。ベタないたずらか。先生ごめんなさい、私は止めたんですが、ナルト君が。さくらは言い訳。ここに鈴が2つある。これを俺から昼までに奪い取ることが課題だ。鈴を取れない奴は任務失敗ってことで失格だ。つまりスタート。教室のいたずらの様子じゃ。やはりか。ただし昼からはもっと過酷な鈴取り合戦だ。挑戦したい奴だけ弁当を食え。ここでは俺がルールだ。分かった。湊先生が俺を信じてくれたように、俺もお前たちを信じるべきなの。いつもルールで掟だ、うっせんなよ。そうだよな。オビト、お前はチームのために自分から。ほらよ。お前やリンのことを俺は一生忘れることはない。だがそれでも俺は新しい仲間と共に前に進もうと思うよ。信じる仲間たちを俺は絶対に死なせない。